はい、フィストストリングでございます。はい、フィストストリング。はい、こちらフィストストリング、はい、4色ですね、はい。ピンク、オレンジ、イエロー、そしてホワイト、はい、となっておりまして、でこれが50本束。そうですね、50本束です。はい、で10本束もあります。10本束も各色あります。はい。はいこちらなんですけども、もうロゴを見てお分かりの通りフィストサルーさんが作っているものになります。ヨイチームフィストサルーさんなんですけども、以前ねループストリングというものを出してたんですけど、そうですね、はい、今回はあのループだけじゃなくて全スタイルに対応するストリングということでリリースされました。なるほど、うん、はい、こちらスリム&ソフトなんですけども、うん、これですね一応太さとしては前回のフィストサルーさんのループストリングよりは太い、はい、少しだけ。そうですね、はい、はい、でその少し太い状態で120センチ 長、はい、長さがあります、はい、あのこの120センチって結構他の一般的なストリングでも長くて、はい、あのなかなか、まあ、あの珍しいセッティングであるんですけど、通常のストリングの長さだと足りないっていう人でも対応できる。あ、そうですね、はい、もしくはもうちょっと長ければもしかしたらこんな技できるかもあんな技できるかもっていうそのアイデアを助けてくれる、そんな長さになっています。はい、はい、でもちろん普通に切っても使えますし、あとこれねあの 2A でもね、それこそあのループ720とか以外でも使ってほしいと。あ、そうですね、はい、いうことで、実際にフィストサルさんがレビューされていました。で全スタイル対応ってことなんですけど、だからあのそう 2A だけじゃないんですよ、はい、結構ねこれ細いストリングではあるんですよね、はい、あのループストリングよりは太くはなってるんですけど、はい、ループストリング自体がそもそもストリングトリック用のものと比べるとかなりあの細いので。あ、そうですね、はい、ストリングトリック用の中では一番細いんじゃないかなっていう、はい、はい、くらいには体感細いです、はい、でこれね、特徴が、まずフィストサルーさんが自身で説明されていたのが、うん、ナイロンとポリエステルを特殊な配合していて滑りがいいと、はい、あ、確かにその通りだって思ったんですけど、うん、個人的にはもう一個、はい、この細さの中ではダントツで一番飛ぶってことですよ。あ、確かにね、そうなんですよ、あの細いストリングって空気抵抗に負けるんで飛びにくいんですよ。そうですね、はい、はい、でもなんでかわからん、うん、なんでかこれはもうコラボ先のKストリングさんの技術だと思うんですけど、はい、あのですね、その特殊な配合とその寄り方とかだと思うんですけど、この細さの中ではダントツでストリングが飛ぶので、はい、あのスラック系とか太いストリングほどはいらないと。ああ、そうですね、太いストリングの方がもちろん飛びはするんですが、はいはい、ただ太いストリングほど飛ばなくていいんだけども、はい、例えば滑りを重視したいとはいえ飛んでほしいっていう絶妙なわがままね、飛ばなすぎると困るみたいな、ね、そう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 、飛ばなくていいわけじゃないんだよ、そう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 、飛んではほしい、あのピュンピュン飛べとは言わんと、はい、ただある程度は飛んでほしいみたいな、そう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 、っていうねことで、あのその絶妙なわがままを兼ねてくれる、ね、ちょうどいいとこですね。そうですね、はい、あとやっぱ最近ね、ストリングも太くなる傾向にあったので、はい、細いストリング自体が実はちょっとだけこう種類が減少傾向だったと思うんですよね。そうですね、はい、なのでここでね、細いストリングでガシガシにコンボ通したいとか、はい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 、そういう人、そういうこと、細いストリングの方がスリープ自体は伸びるので理論上は、はい、なのでそういった効果を狙うときにもこういったフィストストリングなかなかおすすめでございます。はい、はい、スリム&ソフトって名前の通りなかなかに柔らかい感触というのも特徴ですんで、柔らかくて細いのになんか知らんけどスラック割と飛ぶっていう不思議な感触を味わえます。はい、はい、ぜひお試しください、はい、よろしくお願いします。